経営の皆様、お疲れ様で、ございます。リコで、ニアデティスが、世界の広島から、国政、佐藤修一、本日は、この駅前におきまして、お伝えさせていただきます。ご協力、よろしくお願いいたします。まあ、いつもの、あれですが、けじめね、けじめのないあなた、ダメダメかわいい、けじめ、けじめなさいあなた、ダメダメ県議会。皆さん、今週は県議会が終わりましたが、かわいい、容疑者、容疑者じゃねえ、また間違えて、被告から、お金をもらった議員に対する、決議、県議会は出せませんでした。先週の市議会は一応辞職勧告決議は出しましたが否決、まあ、これも、否決ということは寂しい話でありますが、情けない話でありますが、しかし一応決議は、しかし県議会ではそれだけの決議を出す議員もいなかった。もちろんそういう志を持った議員は何人かいたんでしょうが、しかし、勝つとしてはいなかった。本当に情けない話です。否決どころか決議さえ案さえ出せない県議会、本当に情けない。まあ、もちろん一番ひどいのは、まあ、かわいい、議員、ご夫妻、ご本人、ね、まあ、ご本人というのも腹立たしいですが、あの2人、まあ、そして菅総理大臣も総裁として早く自民党などに投入された税金が使われているわけですから、早く調べて、人々に報告をしなければいけないが、そういう素振りもない、あるいはけじめがついていない自民党所属の、国会議員から、市議会議員、県議会議員に至るまで、全く、けじめをつけさせようとしていない、そういう責任も重いと言わざるを得ません。けじめなさいと言わざるを得ない、状況、まあ、本当にお疲れ様です。一日の一週間のお勉強お疲れ様で、ございました。お疲れ様です。はい、一週間お仕事お勉強お疲れ様でございました。来週も無理のない程度に、頑張って、ください。佐藤秀一、しかし、本当に、けじめのつかない人たちの、こととともに、やはりしっかりそれに代わるものを、示していかなければなりません。お疲れ様です。金券政治ではなくて、お金で決まる政治ではなくて、市民の本意、政策本意で決まる、議論をする、そういう政治にしていかなければなりません。私、佐藤秀一、次の、まあ、かわいい被告、失職となった場合には、また参議院補欠選挙でそういう選挙にしていきたいというふうに思います。衆議院広島3区、かわいい、勝之、被告の法に代わっては、やはりしがらみのない立憲民主党、ライアン真由美さん、彼女を応援していきたいというふうに思います。そして参議院補欠選挙においては、私、佐藤秀一、まあ、かわいい被告、案里被告については、女性の皆さん方が、本当に女性が安心して年を取れる社会を作りたいということで一生懸命応援されたという部分もかなりあります。まあ、勝之容疑者が、札幌で、票を買った部分もあるのはあるんですが、一方で女性の皆さん方が、本当にこの27年間女性の国会議員いないという中で、必死で応援されたというのもこれは理解をしています。まあ、その上でしかし、そもそも要介護者というのは女性の方が多く、容姿なり、介護殺人とか、虐待の被害者、女性の方が多い。私、佐藤秀一、介護医療の養成、県で11年余り、そして介護現場で10年余り近く、その、経験を生かして、しっかり、女性の皆さん方も安心して、年を取れる、そういう社会、男性でありますが、しっかり作って、法律という形で、皆さんの思いを形にしていきたいというのを思います。その一つが、介護する人も安心して、家族を介護する人も、自分の人生を大事にできる、そういった介護者支援、いわゆるケアラー支援推進法です。
まあ、ここでいう介護には、いわゆる高齢者だけじゃありません。障害をお持ちのお子さんという場合もあるでしょう。あるいは年を取ってから、それこそ俺ら、本当に団塊ジュニア世代ぐらい、就職氷河期世代で、本当に、メンタルを病んでしまった。そういう人をケアしなければならない親御さんも多くおられる。まあ、テレビ等でも皆さんご存知でしょう。まあ、そういったのも含めて、やはりケアラー支援推進法、これを作って、まいります。まあ、そもそも、自助、共助でなんとかならないから、公助があるわけ、行政があるわけですよ。ね、まあ、若い方にしても、22歳の女性がコロナ失職で、それこそ、生活保護の申請に行ったら追い返された。親に頼れと言われた。そういうことがあったそうです。まあ、コロナによって、生活保護のは受けやすくしろ、厚生労働省も言ってる中で起きた事件。親に頼れ。親に頼れないから役所に来てんでしょう、ね。しかし、そういった、追い返すような方向の政治、まあ、菅総理、まあ、安倍さん以上に進めているように、進めていく。まあ、それが彼の信念であるというふうにも思うわけです。まあ、しかし、コロナ禍、これによって本当に事業、協調などの、工場の手薄い、この日本、本当に、仕組み、矛盾が明らかになったのではないでしょうか。そのことをしっかり、踏まえた上で、政策方向を展開していく。今までの給料をどん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 下げていき、庶民の負担だけを上げていき、行政サービスはカットをしていく、まあ、そういういわゆる先住主義の政治をここで終わらせていく、この20年、30年、まあ、菅さん、安倍さんだけが悪いんじゃありませんが、これを終わらせていくということを、その先頭にも私、立ってまいります。まあ、そういうことの延長に、やはり、女性の方、安心して年を取れる。そういった社会、まあ、もちろん男性の方も、本当に女性の方が先に倒れて妻の介護で、煮詰まって、妻を、殺めてしまう、そういうこともこの広島よく起きている、まあ、そういうことのないようにしていくという意味でもしっかり研究しというかそういう、方向から脱却していく、まあ、その先頭に立っていきます。ダイアン真由美さんもの所属される立憲民主党もそういう方向を明確にされているというふうに思います。市民と野党の共闘でしっかり、そういう方向でやっていく、女性の方も安心して、年を取れる、そういった社会に、していく、その先頭に私、佐藤秀一、まず参議院で、形にしていくと、河合被告、打席に、一回も立たないまま追放になりそうであります。給料だけもらって辞めるということになりそうです。私、佐藤誠一がピンチヒッターとして、しっかり、仕事をしていく、覚悟であります。そして、克行被告による腐敗、これについてはやはりしっかりもうしがらみのない人がやっていくということで、汚染を除去していく。イギリスなんかだと、本当にしがらみのない人を小選挙区で候補者にするようにしている、ワードをしているんですよ。しがらみができて腐敗ができないようにしているわけです。まあ、そういったことも含めて、まあ、選挙制度自体これ見直していかなければならない、まあ、小選挙区制度というもの自体見直していかないといかんというふうに思いますが、とにかく、しがらみのない、ダイアン真由美さん、彼女に、この大掃除というものを広島3区、安佐南区、ガサ北区、そして秋高田市、北広島町のこれ掃除をしていただきますし、もちろん先ほど申しましたように、まあ、彼女自身、東京の出身でありますが、平和の問題に取り組みたいということです。核兵器禁止条約、そしてまた黒い雨の被害者、救済充実、こういったことについてもしっかり一緒に、させていただけるというふうに確信をしております。そして庶民の給料をどんどん下げていく、そして庶民の負担だけを上げていく、そういった政治にストップをかけていく、そういったことでも一致できると。いうふうに、楽しみにさせていただいております。10月3日土曜日、10時から、横川の、西区民文化センターにおきまして、広島2区、そして3区の市民連合、共催によって、野党の、衆議院
予定候補の登録と市民の登録あれもございますので、ぜひ、足を、ぜひ、覗いていただければというふうに思う次第であります。ご通行中の皆様、そして、古市橋駅前周辺の皆様、1週間お仕事お勉強誠にお疲れ様で、ございました。1週間お仕事お勉強誠にお疲れ様で、ございました。佐藤修一、デコで部屋で、ピースな世界を広島から北西、佐藤修一、本日はこの古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただきました。1945年8月6日小説黒い雨の主人公静間重松が命からがら逃れてまいりました。この場所におきまして、お伝えをさせていただきました。またこの地域、朝南区役所あります。本当に公務員の皆さん方もそれこそ安心をしてしっかり、市民のために仕事ができる、権力者の方じゃなくて市民の方を向いて仕事ができる、憲法15条全体の奉仕者でなきゃいかんと書いてあります。安倍さんのためでもなければ菅さんのためではない、市民のため、市役所なら市民のため、県庁なら県民のため、国家公務員だったら日本国全体の人々のためにやる、そういう、そしてそれを安心してできる、それなりの待遇で安心してやる、非正規の公務員本当に増えています。あるいは非正規というだけじゃなくて本当に、優勝ボランティア、そういう形でせこい形で、使われている方いっぱいいられます。高い専門性を持ちながら、本当に不安定、安い給料で、使われている皆さん方多くおられます。そういった皆さん方もしっかり適切な待遇で、本当に仕事をしていただける、安心して市民のために、仕事をしていただける、そういったことを、ここで、佐藤誠一も公務員時代の経験も生かしながら、頑張っていきたい、そういうふうに思い次第であります。ご通行中の皆様、そしてまた古市橋駅周辺の皆様、佐藤誠一、本日は、この駅前におきましてお伝えをさせていただきました。自助・共助・曲がりを向上する、強調する政治ではなくて、しっかり暮らしの安心、そして県警府会、那覇、佐藤修一、参議院は佐藤修一、そして衆議院はライアン・マユミ、申し上げてまいります。佐藤修一、本日は、この古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただきました。ご通行中の皆様、古市橋駅周辺の皆様、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。